ムスタファケマルアタチュルク、ムスタファケマルアタチュルク、ムースタファカマルアタターク、1881年5月19日から1938年11月10日は、オスマン帝国の将軍、トルコ共和国の元帥、初代大統領、在任1923年10月29日から1938年11月10日、トルコ独立戦争と、 トルコ革命を両友たちと共に指導したことで知られる。千八百八十一年、オスマン帝国領の県とセラーニ区、ゲンギリシャ領テッサロニキのコジャカスムパシャガイ区で、税管理と母の子として生まれた。夫妻は、選ばれし、ものを表す、ムスタファと命名し、後に、サロニカ4年兵学校の数学教官ユスキュプリュ、ムスタファサブリベー隊員が、自身の担当教科に、 ムスタファが長けていたエンカラーに、ケマル、完全なを意味するを与え、ムスタファケマルとなった。なお、ユダヤ百科事典によると、トルコのユダヤ人の多くは、ムスタファケマルをシャブタイ派であると信じいるが、トルコ政府はそれを認めていない、という。ムスタファケマルは、父の希望で、シャブタイ派カパンジュ文化に属するが開校し、西洋式教育を実施していた学校に進んだが、 父が死亡したため、家族で、叔父のもとに身を寄せた。しばらくして、母がラグプエフェンディと再婚したため、ムスタファ・ケマルは、ホルホルガイクのおば、エミネ・ハヌブの家に身を寄せた。サロニカ幼年兵学校では、フランス語教官では、歴史教官らの影響を受けた。ムスタファ・ケマルは、1899年3月14日、陸軍主幹学校、 陸士1317年入学組に入学した。士官学校では、校長、ラノ君等を受け、同期生のアリ、フアト、ジェベソイ、サーリフ、ボゾク、アフメドフアト、ブルジャ、一期先輩のアリフェトヒ、オクヤル、一期後輩のヌーリ、ジョンケル、キャーズムカラベキル、キャーズム、キョプリリュ、オザルプラと親交を深めた。1902年2月10日に同校を不評勝利として、 第8隻の成績で卒業し、陸軍大学に進んだ。1905年1月11日に、同学を参謀大員として修了、陸大57期、5隻して、研修のためダマスカスの第5軍に配属された。士官学校在学中からアブデュルハミト二世の先生に反感を抱いており、ダマスカスで軍医や陸大同機能とともに、祖国と自由を設立した。 その後、無断で、サロニカに戻り、マケドニア支部を設立したという。1906年に、マケドニアでは、青年将校や下級管理が、パリの統一と進歩協会、青年トルコ等の現地支部を設立し、1907年6月20日に、上級大尉に昇進したムスタファケマルが1907年10月13日、サロニカの第三軍司令部に転属された時には、 祖国と自由の支部も、統一と進歩協会に吸収されていたため、ムスタファ・ケマルも同協会に加入した。しかし、同協会では、タラートやジェマルが力を持っており、立憲革命の成功で、いや、エンベルベイラが自由の英雄として名声を獲得した。1908年6月22日、ルメリア東部地区鉄道観察官に、 1909年1月13日、第三軍令下のサロニカ予備士団参謀長に任命された。1909年のおちらするため、サロニカの第三軍とアドリアノープル、ゲンエディルネの第二軍から部隊が、行動軍の名のもとにイスタンブールに派遣されたが、ムスタファケマルは、第三軍から派遣された予備士団の作戦課長として参加し、11月5日に、 第三軍司令部に戻った。1910年9月6日から11月1日まで、第三軍士官養成所に勤務した後、再び第三軍司令部に戻った。9月12日から18日まで実施されたに、武官として派遣された。この際、飛行機への搭乗を進められたが同行した将校の警告に従って乗らなかった。その後、搭乗予定であった飛行機が墜落し、 搭乗者全員が死亡した。ムスタファケマルは一生涯、飛行機に乗らなかった。統一と進歩協会、第2回大会で、職業軍人による政治活動の禁止を再提案した。1911年1月15日、第5軍団司令部に配属され、第38不評連隊を経て、9月27日に参謀本部付となった。 1911年9月29日に、イタリアガリビアに侵攻したため、イスマイル・エンベルベアリフ・フェトヒベアフメド・フアドベメフメド・ヌイリベイ、ラ統一と進歩協会の志願者たちと共に、トリポリタニアに赴くことになった。1911年11月27日、戦場で少佐に昇進したムスタファ・ケマルは、新聞記者、ムスタファ・シェレフとして、アレクサドリアを経由して、 リクロベンガジに向かった。12月18日、ベンガジデルネチク東部の義勇部隊司令官となったが、1912年1月16日、左目を負傷し、1ヶ月ほど治療を受けた後、1912年3月11日に、デルネチク司令官に任命され、ゲリラ戦を展開した。第一次バルカン戦争の勃発により、トリポリタニアから呼び戻されたムスタファケマルはウィーンで、 目の治療を受け、11月24日に、ダーダネルス海峡地区根制部隊司令部の作戦課長に任命され、同部隊が、ボラユル軍団として再編された際も作戦課長の任務を継続した。1913年1月26日ので、軍団主力のアリフェと非米式下の第27師団が、将軍の指揮する、ブルガリア第4軍令下のゲオギトドルフ将軍の、 指揮する第七リラフ表紙団の前に敗北した。事件を契機にエンベルベーラーが実権を握り、5月13日にロンドン条約が調印され、アドリアノープル、ゲインエディルネが、ブルガリア王国に活上された。第二次バルカン戦争では、ボラユル軍団と共に、ブルガリア軍に対して攻勢に出て、7月15日にを、7月17日にを、7月18日に、ウズンキョプリを、 7月21日には、カラーアーチとディメトカ、元を経由して、アドリアノープルを奪還した。ムスタファ・ケマルは、同日外に入り、8月10日に町を離れた。その後、10月27日に、ソフィア駐在部官に任命された。ソフィアでは、陸軍大臣となったコバチェフの娘ディミトリナ、ミッチコバチェバ、ディミトリーナ・ミチコバチェバに接近した。 1914年1月11日以降、ベオグラードとセキニエの駐在武官も兼任した。第1次世界大戦中の1915年1月20日、第19師団長に任命され、2月25日、エサド・パシャの指揮下にある第3軍団の予備兵力として、ガリポリ半島のエジアバドセッデュルバヒル周辺に展開し、3月23日、 ダーダネルス要塞地区司令部司令官、ジェバードベイの命令で、第19師団はエジアバドの後輩地にて予備兵力とされ、ドイツから招兵されたオットーリーマンフォン・ザデルスの指揮のもとに、第5軍が新設されると軍予備とされた。1915年4月25日、エーフッツ軍がガリポリ上陸作戦を完工し、 ムスタファケ・マルベイは、オーストラリア・ニュージーランド軍団が上陸したアルブルの地区に急行し、前進を食い止めた。6月1日に大佐に昇進した。1915年8月6日、ヤハン・英軍は、増援の第9軍団をスブラワンに上陸させた。ザンデルス将軍は、サロス集団司令官に、アナハル・タラルデの即時反撃を命したが、手間取ったため、 ムスタファケマル米に同地区の指揮権を移譲し、8月8日よりアナファルタラル集団司令官となった。英軍の前進を食い止めたムスタファケマルは、ライスタンブールのメディアにより、アナファルタラルの英雄として報じられ、名声を獲得した。8月19日以降、第16軍団司令官も兼任した。12月10日、アナファルタラル集団司令官を辞任し、 1916年1月27日、エディルネの第16軍団司令部に着任し、同軍団と共にリアルバクルに転身し、ワンコとチャパクチュル、ゲン、ビンギョルとの間の 80km の戦線を受け持った。ガリポリ戦での軍港で軍務機関が加算され、1916年3月19日、ミールリバーに昇進し、パシャとなった。その後、8月7日に、 ロシア軍より、ビトリスとムシュを一時的に奪還した。1917年3月7日、第二軍司令官代理となった後、司令官への就任が提案されたが、これを誇示した。7月5日、第七軍司令官に任命されたが、司令官、エイリッヒホン・バルケンハインと衝突して、第七軍司令官を辞任して、イスタンブールに戻った。10月9日、再度、 第二軍司令官への任命の事例が出されたが、赴任する前に、11月7日に総司令部付けとされた。1917年12月15日から1918年1月5日まで、皇太子はフレッティンのドイツ帝国訪問に随行し、信仰を深めた。6月から7月にかけて、療養のために、ウィーンとカール・スバート、ゲンカル・ロビバリに滞在したが、 メフメト5世が亡くなったため、8月2日にイスタンブールに戻った。帰国後、8月7日、デザンデルス元帥の指揮するユルデルム軍集団霊下の第7軍司霊下に命され、スルタンに即位し、メフメトの世となっていたワフデッキンから、スルタンの名誉副官の称号を贈られた。1918年9月19日に開始された、英連邦軍のメギット構成。 ナブルスの敗北の9月20日、メフメト6世の首席副官を通じて、休戦を進め、自らの陸軍大臣への就任を求める電報を打った。その後、オスマン帝国軍はアレッポまでの退却を余儀なくされ、10月30日遊国に調印され、翌31日正午に発行した、休戦協定の第19条に規定されたドイツ人とオーストリア人の国外退去命令に、 従い、ザンデルス元帥が退任し、ムスタファ・ケマルが、ユルドゥルム軍集団司令官に就任し、11月7日まで、同職に泊まった。1918年11月13日、イスタンブールのハイダル・パシャ駅に着いたムスタファ・ケマルは、停泊する、戦勝国艦船を目の当たりにした。1919年4月、ジェバート・パシャ、ムスタファ・フェブズイパシャは秘密裏に階段を持ち、 三人の製薬アスラー・ミサックと呼ばれる報告書を作って国土防衛のため軍観察官区の創設決定した。4月末、ムスタファ・フェブズイは国防大臣シャー・アキル・パシャに報告書を提出し、4月30日、国防省とスルタン・メフメト6世・ロクセイは参謀総長の承諾を受けた決定を承認した。そして、 イスタンブールに第一軍監察官として、ムスタファ・フェブズイ・パシャが、今夜に、ユルデルム軍監察官、後に、第二軍監察官としてが、エルズルムに、第9軍監察官、後に、第三軍監察官して、ムスタファ・ケマル・パシャが、ルーメリ軍監察官として、ヌーレッティン・パシャが派遣され、第13軍団が国防省直属となる、計画であった。この計画に従い、 ムスタファケ・マルパッシャは、東部アナトリアに派遣されることになった。5月15日、ムスタファケ・マルパッシャは、ユルドゥズ宮殿に施行し、メフメト六世との最後の会見の後、5月16日、可客船、バンドルまで出港し、5月19日、サムスンに上陸した。後に、トルコ共和国は、サムスン上陸の日をもってトルコ、祖国解放戦争開始の記念としている。 ムスタファケマルは、アナトリア東部のエルズルム、スイバスにおいて、アナトリア各地に分散していた、帝国軍の司令官たち、旧統一と進歩委員会の有力者たちを招集、オスマン帝国領の不分割を求める宣言をまとめ上げ、また、アナトリア権利擁護委員会を結成して、抵抗運動の組織化を実現する。抵抗運動の盛り上がりに驚いた。 連合軍が1920年3月16日、首都イスタンブールを占領すると、首都を脱出したオスマン帝国議会議員たちは、権利擁護委員会のもとに合同し、アンカラで大国民議会を開いた。彼らは自らを議会を解散させたオスマン帝国に代わって、国家を代表する資格を持つ政府と位置づけ、大国民議会議長に選出されたムスタファケマルを、 主犯とするんから政府を結成した。ムスタファ・ケマルは、アンカラ政府内で自身に対する反対ものを着々と排除して運動内での権威を確立しつつ、占領反対運動をより先鋭的な革命政権へとまとめ上げていった。また、モスクワ条約を結んで、政敵エンベルベイを支援していたソビエト連邦の同盟国になる一方で、政権内に区物のを作り、 共産主義者の勢力伸長を警戒した。この頃、アンカラ政府がアナトリア東部に支配地域を拡大する一方、西方からはギリシャ軍がアンカラに迫っていたが、ムスタファケマルは自ら軍を率いてギリシャ軍を出撃退した。この戦いの後、アンカラ政府のトルコ軍は反転攻勢に転じ、1 9 2二年九月には地中海沿岸の大商業都市イズミルをギリシャから、 奪還した。彼の有名な命令、全軍へ次ぐ、諸君の最初の目標は、地中海だ、前進せよ、オーゲラー、エレックヒーデフィニズ・オクデニツディア・イーラリー、この文の後の発言は、検閲対象となったため不明は、この時に発せられたものである。反転攻勢の成功により、アンカラ政府の実力を認めた、連合国に有利な条件で、 急戦交渉を開かせることに成功した。同年10月、連合国は、ローザンヌ講和会議に、アンカラ政府と共に、イスタンブール・オスマン帝国政府を招兵したが、ムスタファ・ケマルはこれを機に、帝国政府を廃止させて二重政府となっていた、トルコ国家をアンカラ政府に一元化しようと諮り、11月1日に、大国民議会に、スルタン制廃止を決議させた。 スルタンイコールカリフの生息一致を改めさせ、世俗権力であるスルタンの地位を廃止、11月19日に大国民議会にアブデュルメジト2世を印的なカリフに選出させた後、インドのムスリムから届いた手紙を政治行為としてオスマン皇族を全て国外退去させた。翌1923年には総選挙を実施して議会の多数を自派で固め、10月29日に 共和制を宣言して自ら、トルコ共和国初代大統領に就任した。1924年、ムスタファ・ケマルは議会に、カリフ制の廃止を決議させ、新憲法を採択させて、オスマン帝国末期から徐々に進められていた脱イスラム、国家化の動きを一気に推し進めた。同年、共和国政府は、メドレセ、宗教学校やシャリーア法廷を閉鎖。 1925年には神秘主義教団の道場を閉鎖して宗教勢力の一層を図る。当初、ムスタファケマルは恩恵野党の育成を図る試みも行っていたが、1925年前後、野党による改革への抵抗、東アナトリアにおける宗教指導者のなど、反ムスタファケマル改革の動きが起こったことを受けて、方針を改め、1926年には、 大統領暗殺未遂事件発覚を機に反対派を一斉に逮捕、政界から追放した。翌日、ムスタファ・ケマルは議会で6時間にも及ぶ大演説を行い、その最後に私がトルコだ、と言い放った。これにより、ムスタファ・ケマルは自身が党首を務める共和人民党による議会の党独裁体制を樹立、改革への絶対的な主導権を確立した。 これ以降、独裁的な指導力を握ったムスタファケマルは、大胆な王家政策を断行した。1928年、憲法からイスラムを国境と定める条文を削除し、トルコ語の表記についてもトルコ語と相性の両内、アラビア文字を廃止して、ラテン文字に改める文字改革を断行するなど、政治、社会、文化の改革を推し進めた。文化面では、1931年、 資材を投じて、その後トルコ言語協会をアンカラに設立した。経済面では、世界強行後、ソ連のヨシフ・スターリンが1932年に巨額の融資と経済顧問団を派遣、1934年5月からトルコも5か年計画を導入する。また、男性の帽子で宗教的とみなされていたターバンやトルコ帽フェズは着用を禁止、 女性のベール着用は禁じられなかったが、極めて好ましくないものとされたされ、スイス民法をほとんど直訳した、新民法が採用されるなど、国民の私生活の西欧化も進められた。1934年には、はじめ西法が施行されて、西欧諸国に習って、国民全員が姓を持つ、容疑務付けられた。父なる、トルコ人を意味するアタチュルクは、この時、 ムスタファ・ケマルに対して、大国民議会から送られたせいである。1938年11月10日、イスタンブール滞在中、執務室のあったドルマパフチェ宮殿で死亡した。死因は観光変と診断され、激務と過度の飲酒が原因とされている。アタチュルクは、生前、医者に、観光変は、楽、トルコの上流種のためではないと診断書を書かせようと、 したが、純エタノールにして、毎晩 500ml は飲んでいたと言われ、明らかに死因の一部である。ケマルアタチュルクは死に至るまで一等独裁制のもとで、強力な大統領として君臨したが、彼自身は一等独裁制の限界を理解しており、将来的に多党性へと軟着陸することを望んでいたとされる。また、彼の死後には、自説で述べるように、 ケマルアタチュルクの深格化,化が進むが、生前の彼は、個人崇拝を嫌っていたという。ケマルアタチュルクの死後、大統領に就任したイすメとイノには、強引さとカリスマ性こそアタチュルクに劣るものの、第二次世界大戦を終戦直前まで中立を保ち、トルコを戦火に巻き込まずに乗り切り、その手腕と功績は高く評価されている。しかし、国内の改革を、 並行して推し進めることは叶わず、内政面の改革と再発展は、大戦後まで持ち越される。ムスタファケ・マル・アタチュルクは、世俗主義、民族主義、共和主義などを柱とするトルコ共和国の基本路線を敷いた。一党独裁を築き上げ、反対派を徹底的に排除して、強硬に改革を推進したトゥルクと、その後継者となったイスメトイノニューも、 他国の独裁政権と比較すれば、政変なく政権を守り通すことに成功した。結果として、トルコは独裁政権下にありながら、全体として国家の案に成功した例となり、ムスタファケマルは、その死後も現在に至るまで国府として、トルコ国民の深い敬愛を受け続けている。旧国の英雄、近代国家の樹立者としてのムスタファケマル評価は、とこでは、 当たり前のものになっている。1926年の議会にて、私がトルコだ。と言い放った逸話が示すように、ムスタファ・ケマルの頭にはトルコしかなかった。ムスタファ・ケマルの口癖の一つは、我々はトルコ人以外の何者でもないで、その遺体が一時置かれていた、アンカラの民族博物館の石版には、我が肉体は滅びるとも、トルコ共和国は永遠なるべしと刻まれている。 ムスタファ・ケマルがトルコ革命の一連の改革において示したトルコ共和国の政治路線はケマル主義、ケマリズム、アタチュルク主義と呼ばれムスタファ・ケマルに対する個人崇拝と結びついて現代トルコの政治思想における重要な潮流となっているもっともケマル主義の信奉者を主張する人々の中には左派的脱イスラム的な世俗主義識人から極めて右派的 イスラム用語的な保守主義者、民族主義者まで様々な主張があり、実際には、ケマル主義の名のもとに、多様な主義主張が語られている。彼ら、ケマル主義の擁護者たちの中でも、トルコ政治の重要な担い手の一部である軍部の上層部は、ケマル主義、アタチュルク主義を堅持することは、トルコ共和国の不可侵の基本原理であという考え方を、しばしば外部に示してきた。 1960年と1980年の二度に、渡る軍部の武力政変も政治家のケマル主義からの逸脱是正、あるいはケマル主義の擁護を名目として実行されている。ムスタファ・ケマルの墓は、アンカラ市内の丘陵上に建設されたアタチュルク病に、あり、毎日内外から多くの参拝者が訪れる、国家の重要な建造物になっている。 毎毎年彼の命日である11月10日9時5分には、トルコ全土で2分間の黙祷が捧げられ、アタチュルク病保科など記念式典が行われる。また、イスタンブールには彼にちなんで名付けられた空港、アタチュルク国際空港、エルズルムには大学、アタチュルク大学がある。トルコ全土の町々では、主要な通りにアタチュルクにちなんだ名前が付けられ、 町の中心的な広場にはアタチュルクの銅像が立ち、役所や学校にはアタチュルクの肖像画が掲げられている。トルコ共和国の通貨である新トルコリラ、略称、ユーティルはすべての紙幣にアタチュルクの肖像が刻印、印刷されている。さらに、アタチュルク擁護法という法律も存在し、公の場でアタチュルクを侮辱する者に対して罰則が加えられることもある。 トルコにおけるこうした徹底的なムスタファケマルの検証に対しては、トルコの国内においても、世俗的な立場にある人々の間からも、行き過ぎた深刻化であり少なからの観察者は、トルコの国家体制の字とムスタファケマルに対する個人崇拝は密接に関係していると考えている。例えばイスラム的な価値観と国家体制との関係で見ると、 1980年の9月12日クーデター以前は、徹底的な政教分離主義は、決まる主義の名のもとに、国家体制と不可分のものとされていたし、体制によって、民族主義とイスラムの調和が図られ始めた1980年以降は、体制にとって許容可能な、望ましいイスラムが、アタチュルクの望んだイスラムのあり方であるとして、正当化を図る事例が見られるようになった。 アタチュルクが酒を好んだこと、イスラーム保守派への抑圧などから、イスラーム主義者の中にはアタチュルクを、廃業者を意味する、カーフィル、トルコナまり、キャーフィルと非難する者も,も存在していい。1923年1月29日、イズミルの豪将、ウシャキザーデ家の娘と結婚。しかし1924年9月から10月にかけての、東部訪問で、離婚危機となり、 1925年8月5日に離婚が発表された。母ズユベべでの再婚相手であるラグプの親戚とアンカラ駅の官邸で同棲していたを挙げていたという説もある。フィクリーへはチャンカヤ官邸前で拳銃自殺を図り、一週間後で死亡、弾痕が背中にあったため他殺説もある。ムスタファケマルに実施はなく、 養子として十数人を家族としたという、いつも厳しく学校の成績を気にする人だったという証言も残っている。ただし、サビハニョクチェンは養女だけで養子はいなかったと主張していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。